皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。そろそろ正月休み疲れが出てくる頃ではないでしょうか。これからが冬本番です。風邪などひかれないように暖かくしてお過ごしくださいね。今回も歯と食と健康と安全をテーマにお届けいたします。皆さん、快適にお食事されていますか？私の患者さんで老人ホームに入居されている方が嘆いていらっしゃいました。それはどういうことですかと私がお伺いすると、入居者のほとんどがうどんやそばなどの柔らかいものしか食べられない方なんです。その中で私は肉でも魚でも野菜でも何でも食べられるので、それを見て羨ましそうな視線をいつも感じ、時には嫉妬の言葉を浴びせられたりするんです。この話を聞いて老人ホームの現実を知ることになりました。なぜ皆さんは食べることにもっと執着しないんでしょうか？ドクター大虫のデンチャーインワン、これを知れば解決できます。ドクター大口のデンチャーインワン。レッツ大口博士歯科クリニック。歯を失いお悩みの方々、噛める喜びはインプラントに勝るもの。さて、2024年も歯と食と健康と安全をテーマにお届けいたしますが、昨年末に岡山大学歯学部から歯の数が多くて嚥下機能が良好な方は2年後の栄養状態も良好という興味深い研究報告がありました。当チャンネルにぴったりの話題でした。解説してみたいと思います。この研究は岡山大学病院の歯科予防歯科の澤田七海先生と岡山大学の予防歯科学の江國大輔教授らが行ったものです。歯が多く残っていて嚥下機能が良好である高齢者はですよ、2年後の栄養状態が良好であることを明らかにしているんです。やはり歯の残存数が嚥下機能と大いに関係があることが証明されたということです。この研究成果はイギリスの学術誌にもオンライン掲載されていて、世界的にも注目されているんです。研究結果を簡単に説明いたしますと、歯が多く残っていて食べ物を飲み込む機能、これを嚥下機能と言いますが、それが良好で自分の口から食べることができれば栄養状態も良く、フレイルやサルコペニアを予防できる可能性が高くなりますよということなんですよ。これらは介護予防にもつながり、健康長寿社会を目指す日本において健康寿命の延伸増進を助けるというものなんです。フレイルとは病気ではないけれども年齢とともに筋力や心身の活力が低下し介護が必要になりやすい
健康と要介護の間の虚弱な状態なことなんです。サルコペニアとは加齢による筋肉量の減少および筋力の低下のことを指すんです。前にお話したように高齢者の方が前傾姿勢で歩幅が狭くペンギンのような歩き方をされているのをよく見かけますが、これがまさにサルコペニアに当たるんです。2016年10月に国際疾病分類にサルコペニアが登録されたために、現在では疾患に位置づけられているんです。サルコペニアになるとですよ、歩く、立ち上がるなどの日常生活の基本的な動作に影響が生じ、介護が必要になったり転倒しやすくなったりしてしまうんです。どちらも同じではと思われた方も多いと思いますが、若干の違いがあるんです。サルコペニアは身体機能の低下、フレイルはそれに加えて精神機能や社会性の低下も含む、より広く生活に支障をきたしている状態のことを指しているんです。やや古いデータになりますが、日本の65歳以上の高齢者の 15% 程度がサルコペニアに該当すると考えられていて、2019年時点で高齢者人口が3589万人とされていますので、500万人程度の方がサルコペニアになっていることになるんです。ちなみにサルコペニアのサルコとはギリシャ語で筋肉という意味なんです。ペニアは喪失という意味なんです。令和4年の65歳以上の高齢者人口は3624万人ですので、約540万人の高齢者がサルコペニアに該当しているんです。今後ますます高齢者は増え続けますので、放置していてはいけない問題となっているんです。なおサルコペニアの割合は加齢に伴って増加するんです。65歳よりも75歳、85歳で増えていくんです。また女性よりも男性で高くなることなどの特徴があるんです。確かに元気な高齢女性の方が多い感じはしますよね。臨床的経験ですが、高齢者の方を見ていますと歯の数と声の質にも関連があるように思います。歯が少ないと独特のしゃがれ声の人が多いようです。歯がある人は声にもツヤがありはつらつとしています。最近気になっているのですが、車椅子の方をよく見かけるようになりました。コロナの影響もあると言われていますが、下半身の筋肉が脆弱で機能しない状態なのでしょう。そのような方々に予防法についてお話したいと思います。それではサルコペニアの予防についてお話しいたします。先ほどサルコペニアの症状について解説いたしましたので、お分かりの方も見えるかもしれませんが、高タンパクな食事をとることね、それから散歩や筋トレ運動などで筋肉を維持すること、そして家族、知人との交流、いわゆる社会参加を続けること、この3つなんです。今回は岡山大学歯学部の研究発表では、歯の数が多くて嚥下機能が良好な方は2年後の栄養状態も良好とありましたが、肉や魚料理は高タンパクな食事の代表格です。これらは歯が悪いと食べられないか食べづらい状態のために遠慮しがちになってしまいますよね。以前にお話しましたように、老人ホームで何でも食べられる私の患者さんの話しました。スポーツ施設で彼女は運動を楽しまれているようですよ。柔らかいものを飲み込んでいるような人たちは残念ながら座りっぱなしやベッドに寝たきりの状態になっているようです。散歩は歯がなくてもできますが、筋トレは食いしばったり踏ん張ることができないとなかなか難しいものなんです。また社会参加も歯が悪いと食べづらい食事も多いため、家族や友人と同じものが食べられないとか
入れ歯だと旅先で洗ったりするのが億劫になり、泊まりの旅行には出かけなくなったりという話もよく聞きます。つまり歯がしっかりしていれば何でも食べられ、家族や友人に気を使わせることもなく筋トレもできるし、外食や旅行にも積極的になれる。そのためフレイルやサルコペニアに陥りにくいという構図になるわけです。これまでのお話を聞いて、すでに残っている歯が少ないからダメだとは思わないでくださいね。噛める入れ歯やインプラントでしっかり噛めるようにしておけば、肉や魚何でも食べられるし、楽しめるし、筋トレも外食も旅行にも楽しく出かけられるということなんです。国を挙げて健康寿命の延伸増進政策を進めていますが、私も一歯科医師として一本のミニインプラントを使ってしっかり噛めるバネの見えないノンクラスデンチャーを考案いたしました。それはドクター大口のデンチャーインワンという治療法なんです。詳しくは動画の最後に表示されるサムネイルをクリックしてご視聴してくださいね。噛めない入れ歯でお困りの方はぜひお役に立てるといいと思います。今回の話はここまでです。次回も歯科に関する情報をお届けいたします。チャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録と高評価、通知ボタンの設定をよろしくお願いいたします。また動画制作の励みになりますので、コメント欄への記入もよろしくお願いいたします。それでは次回も木曜午前9時にお会いしましょう。そして皆さんに安心してインプラント治療を受けていただくことと、高度な技術を有したインプラント医を育成することを目的とした OIA 大口インプラントアソシエイツを運営しております。インプラント治療をお考えの方は OIA のホームページからお近くの歯科医院をお探しください。順次一般の皆様に会員の開示やご案内もどんどん増やしていきたいと考えています。 OIA に所属している歯科医師は APEX メディカが主催する私の講演や会長を務める国際審美学会学術大会において参加していただいております。技術を習得された方なんです。また名古屋駅前にあるインプラント難症例センターではマンツーマン指導も行っています。皆さんが安心できる優秀な歯科医を厳選して組織運営をしていくつもりです。 OIA は営利目的の企業が運営するものではなくて、大口博歯科クリニックの運営母体である医療法人が責任を持って運営しています。医療法人は公益性が求められているために、営利至上主義ではありませんので、ご安心してお任せください。概要欄からジャンプしていただくか、動画の最後に表示される OIA マークをクリックしてご確認くださいね。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。